東京からスポーツでした。この後は特派員情報です。三味線を頑張っている小学生をご紹介します。続いては小学生の三味線奏者の話題です。特派員情報です。甲子市の特派員天野成美さんです。天野さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ今日の話題ですが、はい、今日は三味線の話題をお伝えいたします。お願いします。はい、餅つきをしてますこちらの少年、はい、尾形直樹ジェームズ君です。ジェームズ君、アメリカ人の父を持つ彼は日本の伝統楽器にハマってるんですね。それがこちらの津軽三味線。はい、住まいのほとんどがアメリカなんですけど、1年のうちお母さんの里に、帰ってきてましてね、そうしてるうちに三味線との出会いがあったんです。昨年の春から西越市中央小学校の5年生として西越で生活しておりまして、本格的に三味線を習い出したんですね。あまりの上達の速さに周りの大人もびっくりなんですよ。今回小さい頃お世話になりました幼稚園で、はい、三味線の演奏を披露しましてね、かっこいい。みんなびっくりして、先生方もびっくりして見てらっしゃるんですよ。いやー、ほんとうまいですね。もうまだまだ習い始めて8ヶ月なんですけどね。はい、みんなからたくさんの拍手をいただきました。そうですね、多くはアメリカに住んでらっしゃるわけですよね。はい、そうなんです。はい、ではお母さんの里がこちらだもんですから、年に2、3ヶ月ですね、帰ってきてるうちにこういうことになりましてですね。なんか将来のことは話してましたか？どうするのって聞きましたら、将来は僕は三味線のプレイヤーになりたいんだって、もう目標を持ってる姿にも感心いたしました。そうなんだ、なんか嬉しいですね。でももうとってもですね、人前でに出て弾くことがとてもなんか嬉しいみたいで、日本でもアメリカでもですね、通用する大物の三味線プレイヤーになってですね、そうですね、この時はテレビタミンで演奏してほしいと思ってます。そうですね、今度ゲストでね、呼ばなきゃいかんですね。はい、はい、いやどうもありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。失礼します。失礼します。この後はお天気です。